中年オタッキーです。今日はちょっと番外編になりますね。実はね、私の視聴者様、チャンネル登録してもらってる方の、和高様より、大量のカメラをいただきました。本当に助かります。ありがとうございます。資金的にちょっとね苦しくなってくる部分もありましてね、今回ね、たくさんのカメラいただきまして、これは当分動画継続できそうだと、目処が立っております。今日はそのカメラたちの、紹介、ということになります。それでは動画スタートしていきます。ねえ、実にこれ何台だ ?1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。なんと20台、20台のね、カメラを、いただきました。ご提供いただきました。本当にありがとうございます。最近、まあ、動画を見てたらちょっとわかるかもしれないんですけど、レンジファインダーとかね、レンズシャッター式のカメラに結構ハマってきてます。その理由はね、結構古いカメラが多いんですけど、この時代のね、そのカメラメーカーってね、自分とこがトップになろうと思って、ものすごく各メーカー頑張ってたんですね。で、各メーカー独自の機構とか、独特な個性のあるカメラがたくさんありまして、で、安い値段で、より写りがいいものと切磋琢磨してたもんで、写りもなかなかいいんです。で、いろいろ紹介していきますけど、どれからいきましょうか。右端からいきましょうか。実はね、あんまり勉強してないです。まだね、今から調べるとこなんですけど、とりあえずね、もらってきてね、すぐ、これ、フジカコンパクト35からいきましょうか。これね、構造がね、非常にフジカハーフに似てますけどね、フジカハーフの、35mm フルサイズ版になってくるのかな。で、セレンの露出系がついておりまして、目測カメラになりますね。目測カメラ、になります。この次いきますよ。これもフジカですね。フジカ GER、これね、よいしょ。こちらもフルサイズになります。こちらはね、CDS の露出系な電池が必要なやつですね。で、露出系は、ちゃんと生きておりますね。これ驚きですね。次いきます。レンズがヘキサノン、ヘキサノンこんにちは。フジノンのね、38mm f2.8 がついておりますね。純正キャップってこれ貴重ですね。で、これが驚きのカメラですね。これね、コニカのね、レコーダーって全然知らなかったカメラです。初めて見ました。で、こんな感じでね、レンズが出てくるんですね。でね、コンパクト機の終焉を迎えるぐらいの時代のカメラに見えるんですけど、こう、蓋を開けるとね、さらにびっくりなんですね。よっ。よいしょ。これね、フィルム縦送りのね、ハーフカメラになるんですね。これこの時代にね、ハーフカメラが存在していたことを私知りませんでした。かなり驚きです。これね、ぜひぜひね、写真を撮ってみようと思ってます。ワインダーもついてるんですね。はい。レンズがヘキサの 24mm の F4 がついてますね。ちょっと暗め、まあコンセプトから言うとね、コンパクト性とか携帯性を狙ったカメラに見えますんで、ちょっと、暗めのレンズがついてますね。これぜひ使ってみようと思います。まあ、もちろん全部使っていくんですけどね。これ次いきますよ。キャノネットジュニアになりますね。キャノネットシリーズの、ジュニア版ということで、目測カメラにはなってくるんですけどね、ちゃんとセレン、ちゃうわ、これ電池式だ。電池式、サークルアイね。サークルアイのセレンで、セレンも生きております。ちゃんと露出系動いてますね。目測カメラになります。ジュニアってね、
大きさがジュニアって言うんじゃなくて価格が安いっていう意味だったのかなと思いますね。ちょっと調べなきゃ分かんないんですけども、今日はたくさん紹介するんでちょっと割愛しますね、その辺詳しい情報。はい、リコー35デラックスっていうカメラになりますね。これはね、なかなか古い、おそらく富岡荒工学が、作ったレンズではないかということなんですけど、ちょっと調べてみる、いろいろこのカメラのことを調べて、これね、実に面白い、巻き上げが前方向なんですね。これは珍しい、キャノネットは後ろ方向、逆で、レバー、巻き上げレバーが、ね、下の時、こんな感じなんですよ。こんな感じでね、富岡のレンズ、もし本当に富岡のレンズだったら相当写りはいいはずなんで、これ期待しております。はい。次に、これ、コニッカデラックス EE マチック。EE マチックっていうのは、セレン光電池のやつですね。こちらはセレンはどこで見るんだろう、ちょっとわかんないや。ああ、なるほど。セレン生きてますね、多分これね。でね、レンズがね、ヘキサノンの 40mmF2.8 というのがついております。で、これがよくわからない。これ、ウィンダスター、ウィン、なんて読んだこれ。ちょっと読めねえや、これ。ウィンドサー、これ時代的にはね、以前紹介した、オリンパスのね、35、昭和、30年前後のカメラなんじゃないかなって思いますね。ちょっと詳細不明のカメラ、50mm の F3 ということでね、こうファインダーが等倍でものすごくでかく見えます。一応20像もついてるんですね。ピント合わせはその20像で行うタイプになります。これはっきりに、ちょっと状況がずれますけど、むちゃくちゃはっきり20像してますね。で、これ貴重なね、これフードまでついてますね。こちらはね、35mm フルサイズ。まあ、まだハーフ版がね、流行る前のカメラになるでしょうからね。はい。はい、でこちらね、オリンパス35、これは 35ED の方ですね。うわ、ファインダーめっちゃ綺麗なんですけど、これ成功者だったかな、エレクトリックシャッター、どこのシャッターだか忘れちゃった、電子シャッターでね、電源が入らないともう完全に動かなくなるカメラで、動くものが結構ね貴重になってくるカメラらしいんですけど、これバッチリ動いてます。これ写真撮るの楽しみですね。レンズはね、D 随行、38mm の F2.8 についてますね。オリンパスさんのカメラね、全体の写りがいいんで楽しみです。はい、次にこれはかなり珍しいコニカの、これハーフ版なんですけど、これなんていう名前だったかな、蓋がこんな感じで開くんですね。これ面白いですね。あ、ごめんなさい、これフルサイズ版だ。フルサイズ版になります。で、色もこれ なんとか塗装ってちょっと変わった塗装になるんですけどね。で、レンズがね、ヘキサーですね。ヘキサノンじゃないんだ。ここに、ヘキサー、40mm の F2.8。 この辺のレンズはだいたい写りいいんでね、楽しみです。はい、はい、次にこれオリンパスオートアイ、これね、これはいいカメラですよ。はい、ちゃんとシャッターも切れますね。セレン光がこれどこで見るんだ、わかんねえ。ちょっと勉強しなきゃいけねえな。蓋を横、これを横を引っ張って開くんですね。フルサイズのカメラになりますよ。ご覧のような感じですね。レンズが、オリンパスの、D 随行、4.5cm F2.8 がついております。はい、こちら、コニカエレクトロン、コニカエレクトロンになりますね。これね、これもう全然知らないカメラですね、僕はね。レンズがね、1.8、明るいレンズですね。 45mm か 45mm の F1.8 ヘキサノンがついてますね。で、完全電子式の、カメラになっておりまして、CDS もちゃんと動いておりますね。はい、
コニカのカメラもね全体映りがいいんで楽しいですね。はい、これはね、あのヤシカエレクトロ 35MC っていうね、ヤシカエレクトロシリーズ が出て結構後の方のカメラなんじゃないかなって思います。コンパクト化を狙ったやつですね。でよいしょ、こんなにコンパクトなんでね、ちゃんとフルサイズなんですね。このハーフワのカメラかなって一瞬思えるぐらいの大きさなんですけど、はい、レンズがね、ヤシカのね、ヤシノン DX40mmF2.8 っていうのがついてます。はい、これもね電子シャッター式のやつでね、この手のカメラのね動くやつをねもらえるのは本当にありがたいですね。はい、これはオリンパスの 35DC のね、レンズが明るいバージョン F1.7 がついております。これは相当期待できます。もちろんね、あの 35mm フルサイズのカメラに、なってきます。はい、F1.7 で一応ね、なんていうんですか、二重像タイプなんでね、これ結構本格的なね、芸術的な写真撮れると思いますね。この手のカメラでね、高性能で、はい、こちらはね、あのレンズはありませんけど、これ M42 マウントなんでね、なんだっけ、ペンタックスのね、SP についてる、55mm の F1.8 とか、あと、ヤシノン DX の 50mmF1.7 のレンズを持ってますので、それで使おうと思ってます。これチノンさんですね。チノンの SLR って一眼レフカメラになりますね。ものすごいね、シャッター音とね、ものすごい衝撃があるこれ、むちゃくちゃね、でかいシャッター音なんですけど、これ楽しみですね。これ使ってみるの楽しみです。はい。でね、もうこんなのもらっていいのかっていうね、もうこれ知ってる人多いと思う。これね、オリンパスペン FT って結構値段がつくカメラなんですね。ハーフサイズカメラ、の一眼レフタイプ、一眼レフタイプのハーフサイズ版って、これペン FT だけなのかな。露出系もね、怪しいって言ってますけどね、さっき試したんですけど、まあ問題なく動いてるんじゃないかなと。さすがね、あの一眼レフのレンズ、焦点距離が何ミリだったっけ、38mm か、38mm で、ハーフサイズ版なんで、結構ね、普通のいわゆるコンパクト機に比べるとちょっとロング、若干望遠寄りになりますけど、レンズはね、よっ、やはり一眼レフということで交換式なんですね。で結構オークションとかでも望遠レンズとか出てます。まあ、値段もものすごい額してますけどね、なかなかね、セルフタイマーもねちゃんと動いててね、ここ押すんですね。これみんなね、シャッターを押すと思うんですけど、こいつをここを押したらスタートみたいな感じでね、セルフタイマーも動いてます。でこいつね、フラッシュがね、確か全速でシンクロするんだけど、フラッシュをつける土台がないですね。ちょっと工夫してフラッシュ撮影もしたいです。500分の1でシャッター切って全速シンクロっていうのはちょっと面白い写真が撮れる可能性がありますね。はい、これなんだっけ、リコの名前忘れちゃった、これリコのね、ハーフカメラ、リコオートハーフじゃないですよ。なんだったかな、名前忘れたな。あ、キャンディーだ。そう。字が小さくてやめな。巻き上げレバーがね、こんな隅っこにあるね、面白いカメラになります。セレン、これオートシャッターになるんかな。ちょっとセレンの確認はしてませんけど、またね、おいおい確認してね、写真を撮っていこうと思います。ハーフカメラね、結構注目してます。理由は以前もお話しした通り、フィルム代が高くなってきてるんで、ハーフだと倍取れますから、1本のフィルムで倍取れるっていうことで、たくさん楽しめるということですね。はい、次いきます。これね、これはついこの間紹介した、ヤシカハーフ17になるんですけど、数段私が持っていたやつより状態がいいヤシカハーフで、おそらくなんですけどね、描写から考えて、富岡がレンズを作ってるんじゃないかと予想してるんですけど、ね、誰か知ってる人だったら教えてください。調べてもなかなか出てこないんで、この間露出オーバーで補正したって動画で言いましたけど、
こいつを補正する必要がどうやらなさそうです。あの撮ってみるのが楽しみですね。だからもし調子が良ければね、コダックのトライ X400 とか入れてね、素晴らしい写真が撮れるかどうか確認してみようと思います。こっちから行こうか。これミノルタエールです。ミノルタエール持ってるんですけど、僕が持ってるやつはね、前玉の裏側にちょっと薄カビが出てて、で前玉を外そうと思ったら全然外れないんで、あの清掃できないんで、まあ、あの以前紹介動画で紹介したんですけど、あの逆光でちょっとフレアが広がるような写真を撮れてましたね。こいつはね、あの状態が素晴らしくいい。見えるかな、もうもうほらこんな感じで、いいめっちゃいいですね。あの1000分の1までシャッターが切れるね、レンジファインダー機、レンズシャッター式で1000分の1ってなかなか上等ですよ。このカメラでもね、写真を撮ってもう一回 L の写真ね、L のカメラの、紹介の動画作ると思います。次でいきます。もう待望のねタロンですね。あのタロンっていうカメラも消滅したメーカーになりますけどね、まあもちろんこれフルサイズのカメラになります。ちょっとね、あのシャッターチャージがね調子が悪いみたいで、何回も何回もシャッターチャージできてしまうんですけど、ちゃんとシャッター切れます。あの別にこのまま写真撮ろうと思ったら撮れると思いますんで、あのぜひぜひ使ってみてね。20度もしっかり生きてますね。はい、調整はしなきゃいけないと思いますけど、このカメラでも写真を撮ってみると思います。はい、最後に来ましたよ。ペトリです。ペトリのね、コンピューター35だったかな。うん、コンピューター35。コンピューターっつったって、あの、現代のね、仰々しいようなコンピューターではなくて、トランジスタ式のコンピューターだと思いますけど、要は CDS でね、電池で、電池の入り口ありますけど、速攻して撮るカメラに、なりますね。で、レンズがね、ペトリ、40mmF2.8 っていうのがついてます。ペトリっていう会社はね、何でも自社生産にこだわって、コストが高すぎてやっていけなくなったっていうのでね、知られているカメラです。これね、ペトリのカメラ、私ね、まあ、タロンもそうですけど、ペトリとタロンはね、ちょっと、あとチノンもそうですね。これね、初めて、触るメーカーになります。非常に期待しております。こんな感じで、紹介していきました。もう壮観なんですね。もうこんな感じなんですよ。今回ね、譲っていただいたカメラもこんな感じで、もう壮観なんですけど、もうこんなにもらっちゃっていいのかね、本当恐縮なんですけどね。いろんな方がおられますけど、もしかしたらその僕の活動に期待していただけてるのかと思うと、やっぱ頑張んなきゃいけないなっていう気持ちになりますね。フィルムのね、カメラ、フィルム写真がどんどん衰退していってる現状で、ちょっとでもね、そのフィルム写真をね、生き残らせるために、そのカメラ系のね動画を始めたんですけど、チャンネル登録者数が1000人を超えまして、少しは収入が入るにはなったんですけど、計算したらもう、まあ、バカバカしいぐらいの赤字で、どうしてもね、フィルム代と、カメラ代とフィルム代が、あと現像代ですね。現像代はね、白黒の写真はね、1本、70円か80円ぐらいで収まってるのかな。そのぐらいに抑えてるんですけど、自分で現像してるんでね。ただ、失敗することもありますけどね。そんな感じでね、頑張ってやってます。で、今回ね、そのカメラをね、提供していただくことによってね、最低でも5ヶ月間、毎週カメラの紹介しても5ヶ月間持つということを確定して、非常にありがたいと思ってます。今後もね、頑張って動画、作っていきますんでね、応援の方よろしくお願いします。デジタルでもね、もちろん、撮っていくんですけどね、デジタルの、カメラ、紹介するカメラも、数台すでに用意できておりますが、なんでフィルム1本でいかないんだって言ってる人もいると思うんですけど、ちょっとこれ策略というかね、デジタルカメラを紹介した方が食いつきがいい。結構たくさん来るんです。特にね、古いデジタル一眼、安いデジタル一眼で撮ってみやったよとかいう動画にはすごく反応がいいんです。
でそれで僕のチャンネルにどうその引っ張り込んで、そのデジタルしか使わない人を引っ張り込んで、でついでに見ていったフィルムカメラで、ああ面白そうだな、フィルムもやってみるかっていうのを実は狙ってるんですね。で、あのそういうわけでデジタルカメラも紹介、していくんですけども、メインはあくまで、フィルムになっていきます。今後もね動画、カメラたくさん写真はね写真はあんまり上手じゃないんで大した写真には、ならないんですけど、それに、そのたくさん撮らなきゃいけないんで、どうしても焦って撮ってる部分もあるんで大した写真は上がってこないんですけどね、紹介していこうと思ってます。あとね今スキャンしてますけど、高校生の時に撮った写真とかね、昔の写真も紹介していこうと思ってます。それもねまたおいおい準備が進んだら、準備ができたらやっていこうと思います。あと前日の動画で、募集しました、一般の方の写真を、紹介するというイベントなんですけど、これ常時やっていこうと思ってるんですけど、とりあえず結構な数が集まってきておりまして、今週のね半ばぐらいに紹介する、動画で紹介していこうと思ってますけど、今日はちょっとね本当にイレギュラーだったんで、急にお声がかかってね、本当ねタイミングも良かったんですよ。私連休がないとね、その自由な時間ってほぼゼロなんで、ちょうど連休だったんでね、一日余裕があったんで、ミラクルなねちょっと状況で、カメラいただいてまいりました。これねちょっとは調整しなきゃいけないカメラもあるかもしれないですけど、ね、存分に使ってね、皆さんに、フィルムカメラの楽しさとか、メーカーの特色とかいろいろ伝えていけたらと思ってます。はい、今日の動画はここまででございます。まだチャンネル登録してない方どっちだったっけこっちだったっけご視聴わかんないや、チャンネル登録していただけたらと思います。また次の動画お待ちください。次の動画何だったっけ、フジカドライブだよ。今ねスキャンして、ちょっとねスキャンしたデータの調子があんまり良くなかったんで、もう一遍スキャンし直してますけど、紹介してまいります。ハーフカメラ連続になりますけどね、まあそんな感じで、動画お待ちください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。